みなさん、こんにちは。今回は、全微分を取り上げます。しっかり学んでいきましょう。まず、x と y の2つの変数に依存する関数 f を考えます。よって、x と y が変化すると、z が変化することになります。これを、次の式で表すことができます。 これを全微分と言います。例題に取り組みましょう。答えを解説します。まず関数 f を x と y で偏微分します。よって。 全微分の式は次のようになります。最後に、学んだことをチェックしてみましょう。もし、どこかにチェックが入らなければ、もう一度、動画を見直して学習しておいてください。